こんにちは、宮沢優です。今日はですね、初めてこの縦画面での撮影、そして配信を行いたいと思います。ちょっとね、試験的に実施してみたいんですが、今日ね、皆さんよければ最後までご視聴いただいて、この縦画面が見やすかったのか、見づらかったのかっていうのをね、ぜひ教えてください。見やすければね、その動画によっては、この縦画面での配信っていうのも、あってもいいかなとも思います。ちょっとなんか、理由はわかんないけど、なんか嫌なんだっていう場合がね、ちょっと見づらいですとコメント欄でぜひ教えてください。この今日はちょっと縦画面で試験的に、撮影をしていきたいと思います。さあ、今日のテーマなんですけれども、いい楽器を作りたければ成功と失敗の要因を明らかにしろというね、テーマでお送りしたいんですけれども、働いてればですね、成功することもあれば失敗することもありますよね。ところが、中には成功が続く先生がいる。中には失敗が続く先生がいる。成功が続くっていうのはですね、学級がまとまり、ひいてはですね、学力がガンガン上がっていく。逆にですね、失敗が続く先生っていうのはね、学級がまとまらない。つまり学級が崩れていく状態。学級がうまく機能しない状態ですね、になっていき、学力もどん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 落ちていくという状況になります。この2人の先生が歩む学級経営というのは一体何が違うんでしょうねというお話です。結論を先に言ってしまいます。それはですね、成功と失敗の要因をきちんと分析して明らかにすることができるかどうかということにつきます。1回の成功ならね、誰でもできるんです。たまたま起こりうるということもあります。ところがですね、この成功の要因が分かっていないと、次似たような場面だったとしても失敗になってしまう。なんでだろうなぁなんていうふうにね、疑問に思ってしまうわけですね。これはなぜか。なぜかというと、その成功した要因が分かっていないから。つまり、その成功はたまたまだった。まぐれだった。ちょっと言葉悪いけど、一発屋みたいな感じになってしまいますね。成功すべくして成功するには、その成功に至らしめた要因をきちんと分解して考えていくこと。また、失敗に至った要因をきちんと分解して自分の中で把握しておくこと、これが絶対的に重要になります。今日はですね、この成功と失敗の要因の明らかに仕方する方法をですね、具体例を交えて紹介したいと思います。今日最後までご覧いただければ、より良い学級経営を作っていく上での考え方のヒントが必ずつかめると思います。どうぞ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優教育研究所。それでは早速、成功と失敗の、ね、要因の明らかに仕方についてお話を、ね、させていただきたいと思うんですけれども、先日ですね、休日に僕が学級経営コンサルタントをこの部屋で行ったんです。僕がここに座って、現役の、ね、採用1年目の先生がここに座って、ちょっとね、お悩みを聞いたりしました。で、その様子も撮影して編集も行って、まあ、公開しようと思ったんですけれども、今とりあえずね、ちょっと全体皆さんには公開はしていないんですけれども、そんな学級経営コンサルタントを行いました。また視聴者の方からその似たような悩みのコメントが届きました。そのコメントとコンサルタントの悩みの共通点はですね、帰りの会や給食の準備が遅いというものでした。で、以前ですね、僕この帰りの会の準備が早くなるためにこのような動画を撮りました。どのような内容をお伝えしたかと言いますと、帰りの会の準備中に音楽を1曲流すと、その音楽が終わるまでに子供たちが急ぐようになる、だから早く終わるようになるよというアドバイスをさせていただきました。ところがですね、この学級経営コンサルタントでここにね、お越しになった若手の先生はですね、こんなようなアレンジを加えていった。帰りの会の準備中に1曲流す、その音楽をですね、給食準備中にもその音楽を、同じ音楽を転用していたわけですね。僕はその先生に対して、それはやめた方がいいという助言をしました。なぜならですね、同じ音楽をいろんなところで使い回すことによって、子どもの耳っていうのが慣れてですね、麻痺してきて、それが耳には入りはするけど脳までいかないみたいな、認識できなくなってくるんですね。もう自然音みたいな感じになってきてしまうわけです。そちらの動画はちょっとこちら、サムネイルがかなりふざけてますけれどもね、本当にね、ちゃんと真面目なことをお話ししてますからね、皆さんよければぜひご覧、最後までね、ご覧ください。ところがですね、その翌日一件のコメントが入ったんです。私は今帰りの会の準備中に1曲音楽を流しているんですが、給食の準備中にも1曲音楽を流しています。ところがこの給食準備中と
帰りの会の準備中の音楽の種類は変えています。宮沢先生教えてください。この曲を変えている場合はそのままでもいいんでしょうか、それともやめた方がいいんでしょうか、という質問をいただきました。で、このお二人の若手の先生に対してですね、僕は今から一つのことを主張したいと思います。まあその主張はですね、担当職人に言いますと、やめておけやめておけ、給食準備と帰りの会の準備で同じ曲を使うのはやめておけ、違う曲もやめておけ、つまり給食準備中に音楽は使うんじゃない、やめておけ、ということを主張したいと思います。このように考えていくことで学級経営の失敗の回数が減り、そして成功の回数が上がっていく、こうすることで学級経営は良くなるんですよっていう、その考え方を今からお話ししたいと思います。僕の主張は2つです。1つ目は音楽なんかそもそも使ってちゃダメだっていうことで、2つ目がですね、目的を考えましょうという、この2つの主張になります。1つ目の主張が音楽なんか使ってちゃダメだなんてね、ちょっともうあの一番最初のこのね、こちらの動画で音楽を使いましょうよってね、僕がアドバイスをしたことのもう真っ向からの否定になっちゃって、ちょっとわけわかんないと思うんですけれども、これがねちょっと YouTube でね本当に断片的なお話しかできてないところがちょっと申し訳ないんですけれども、ですね、音楽を使って早く準備をするっていうのは対症療法的な考え方なんですよね。本当の意味で子どもたちが成長したとは言えないわけです。だってそうじゃないですか。会社に入社してね、仕事を片付けて帰るときに音楽流してくれませんよ。まあチャイムみたいのはね流れるかもしれませんけれどもね、音楽流してさ、みんな帰りましょうよなんて社長言ってくれませんしね、職員室にもそんな音楽流れません。つまりね、音楽で帰りの準備がはかどるような子どもに育てていってはいけないというわけですね。ところが今現状遅いから、とにかく早く返さないといけない、返さないといけない理由がいくつかあるんだと、その対症療法として音楽を流すっていうことを僕は主張しているわけで、音楽を流せば OK って言ってるわけではありません。これね、僕 YouTube で初めて言うかもしれませんけどもね、1年間かけて作ったルールっていうのはですね、最後学年が終わるときに全てルールを解放していく、ルールを地に返していく、無法地帯って言ってもいいかもしれないですね。無法地帯って言うとちょっと印象悪いかもしれないですけれども、この教室の中でしか通用しないルールなんていうものには意味ないし、この教室の中だけでいい子でいてもらっても困るわけですね。この教室から次の学年に行く違うクラス、または学校から一歩外出たときに、いかに学校で学んだことを活用してもらうか、ここが本当の意味で子供を成長させてあげられたかどうかっていうことですよね。つまり音楽を流さないと帰りの会の準備ができないような子供に育てちゃいけないっていうことです。2つ目の主張はですね、目的をきちんと自分自身がね把握しておきましょうという話です。まずですね、給食準備の目的ってそもそも何でしょう、考えたことあります？給食の準備の目的ですよ。まあ簡単ですよね、給食食べるためですよ。給食を食べることが目的だから給食の準備をしてるわけですよね。で、給食が食べられないような給食の準備の方法はダメな給食準備の方法なわけですよね。給食が食べられない給食の準備の方法ってパッとイメージが湧かないかもしれませんけれども、2つありますね。1つ目は準備の時間が遅い、2つ目は給食がない。1つ目の給食の準備が遅いっていうのは、例えば給食の準備で3時間かかったとしましょう。もうこれね、下校が近づいてますよ。下校間近にね、給食の準備していたら食べられませんよね。まあこれはですね、実際リアルな学校では起きにくいことだと思いますし、そんなことがあったらね、先生たち何とかしてね食べさせるようにね、なんとかすると思いますけれども、本当に給食の準備の時間がもう伸びに伸びに伸びた場合、もう数時間かかった場合、極論給食食べられなくなりますよね。つまりこんな給食の準備の仕方はダメなんだ、遅い給食の準備の仕方はダメなんだということになりますね。続いて給食がないという場合、これもねパッとイメージできないかもしれませんけれども、自分たちのクラスの給食の全てをひっくり返した、廊下でバーッとブシャーって、もうそしたらね、食べられる給食ないじゃないですか。じゃあ、まあ、隣のね、教室行ってね、給食もらってくればいいやと。30人分ですよ。30人分の給食を全校から集めるって、現実的じゃありませんよね。まあ、それでね、集められるんじゃないのっていう人もいるかもしれませんが、じゃあ、全校、全学年、全学級の給食が、すべて廊下にバーって、たまたまぶちまけられてしまったらどうでしょう。これは、こんなことはね、学校が始まって史上はあるのかどうか知りませんけれども、万が一そんなことがあったら大変ですよね。
つまり給食の準備が早けりゃいいってもんじゃないんですよね。給食がきちんと早く準備をしたとしても、その給食がきちんと机にないといけない。給食がなくなるような準備の方法はいけない。つまりブシャーッとぶちまけてしまったり、あっとバンとぶつかって、ポロッと落としてしまったり、こういう状況を防がなければならない。つまり給食の準備の方法で大切なのは2つの方法。1つ目が早く、2つ目が真剣に行うっていうことなんです。この2つの要件を満たしている給食の準備をするにあたって、皆さんだったら時間を早くするために音楽を流す、これはいいかもしれませんね。ところがですね、音楽を流したことによって、あ、急がなきゃとか、ちょっと小走りになったりですね、好きな音楽が流れて歌い始めたりとかですね、やや心の中がざわざわするわけですね。先ほどの要件の2つ目、真剣に行いたい、給食の準備を真剣に行いたいというところからは、音楽を流すことでちょっと離れてしまうんですよね。ですから僕は給食の準備に音楽を流しません。騒がしい給食準備中にはですね、子どもたちの注意力が散漫になり、給食の台の上でこう配膳をしている、よそっているおかずをよそっている子どもたちのおかずの盛り方の精度が落ち、机の上にはたくさんのおかずが散乱しているのではないでしょうか。またその散乱しているお皿を持った子どもたちが振り返るときに注意力が足りませんから、バーンと人に当たる、人に当たったお皿は当然こぼれる、当たった方は机に当たる、机にあった牛乳瓶が倒れる、倒れた牛乳瓶は落ちる、落ちた牛乳瓶は割れる、割れてビシャーっと牛乳が疲労がある、先生大変っていうのがちょっと目に浮かんだりします。このようにですね、成功と失敗の要因を考えていくというのは非常に大事なことになります。今の給食の話で目に見えるものはですね、一本の牛乳瓶が倒れて落下してるって、それだけですよね。それだけなんですけれども、その落ちて割れた牛乳瓶の背景をたどっていくと、いろんなことが結びついてくる。その要因を担任として誰よりも早く正確に見抜いているかっていう、この目で。でそれが見えていない担任というのは、解像度の低いぼやーっとぼやけた画質の粗いね、写真みたいなイメージなんですね。ところがこの解像度が高い先生というのは、非常にくっきり明確に今この目の前で起きている現象の背景にある要因というものをきちんと手に取るように分かっているわけですね。ここが大事なんですよ。これもですね、経験を踏めば踏むほどその解像度が上がってきます。やっぱり採用1年目より採用2年目、採用3年目のが解像度がどんどん上がってくるんですよね。だから今うまくその要因まで見えなくても落ち込む必要はありません。決してね、自分はダメなんだ、自分は教師のセンスがないんだなんて決して思わないでください。みんな最初はそうなんです。大丈夫です。はい、それでは、このようにですね、宮沢優衣教育研究所チャンネルでは1日に1本学級経営に関する動画をお送りしています。気に入っていただけたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。またいいねやコメントいただけると元気が出ますんで、ぜひよろしくお願いします。今日はですね、初めてこの縦長で撮ってみました。これちょっといい感じでした、悪い感じでした。ちょっと僕は初めての試みなんで、これもね、トライ&エラーの一環なんです。いろんなことをね、試してやっていきたいと思っています。ぜひコメントください。見づらいとかね、見やすかったとかね。これズボンのチャックとか開いてたらバレバレだね。それでは今日はこの